彼女から仕事ミスして意見を求められて意見を言うと喧嘩になります。意見を言わないとでと聞いてるのと喧嘩になります。アドバイスをお願いします。多分僕のその、 予想ですけど、聞いてるのは意見ではないです。要は何かこういうことがありましたっていうのを聞いて、でそれに対して大変だったねっていう、その寄り添う言葉が欲しいだけです。欲しいのは意見ではありません。これ僕もやりがちなんですけど、僕基本的にもう寄り添う件言わないっていうキャラで生き続けてるので、寄り添う件が欲しかった場合って、そのうちの彼女というか奥さんというか、サイ君の場合は僕にはいりません。友達にいます。なので、要はその寄り添う意見とか、その大変だったね、慰めてほしいっていうのを言ってほしい人にはそれを言ってあげるべきなんですけど、もしそれが言えないんだったら、もう僕無理っす、そういうの言えないっすっていうのをちゃんと表明しておいた方が、その後のトラブルは少ないんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。